早木ゲームズです。世界任務画家漂流記の進め方とその後に取れる隠し調度品の取り方を解説したいと思います。世界任務から隠し調度品を取るまでリアルの実際の日付で4日必要となっていますのでご注意ください。前提条件は善悪の区別の3つ目で洞窟への通路を開放しておく必要がありますので、まだの方は概要欄のリンクからご覧ください。まずは任務を発生させるところからやっていきます。アシパトラバナの沼の南ワープポイントにワープします。到着したらまっすぐ西方向に向かって進んでいきます。沼まで降りたらそのまま西方向に向かって進んでいきます。洗礼の台座が3つあるあたりを通り過ぎ、冷酷木の手前まで来たら右を向いて、次は北西方向に向かって進んでいきます。白い石のあるあたりまで来ると洞窟の入り口がありますので、そこから中に入っていきます。しばらく洞窟の中を道なりに進んでいき、広い空間出たら左を見ると霊光がありますので近づいて追いかけていきます。霊光が廃山椒のところまで来ると廃山椒が消えますので奥に進んでいきます。クローバーマークを使って移動し、右を見るとびっくりマークがついた人がいますので近づいて話しかけます。会話が終わると世界任務画家漂流記が発生します。目的はジュリアについていきキャンプへ向かうとなりますので、クローバーマークを使いながらマーカーの出ている方に向かって進んでいきます。しばらくクローバーマークを使いながら進んでいくと、マーカーのところに光っているところがありますので近づいていきます。ムービーが終わった後、水上でジュリアンの荷物を探すとなりますので探しに行きます。2箇所にマーカーは出ていますが、まず先に川を渡って右側にあるマーカーの方に向かって進んでいきます。海に出たら海岸沿いを北西方向に向かって進んでいくとマーカーの近くに到着します。マーカーのところまで行くと木箱がありますので近づいて調べます。次はもう一つのマーカーですが海の上にありますので向かっていきます。マーカーのところで木箱を調べると砂浜でジュリアンの荷物を探すとなりますので、マーカーが出ている方に向かって泳いでいきます。マーカーのところに犬がいますので近づいていきます。そうするとムービーが始まり、それが終わると砂の山を調べるとなるので、風元素攻撃を当てて砂を消していきます。光っているところを調べると敵が出ますので倒したところまでカットします。敵が全て倒すと次は目的がキャンプに行きジュリアンと会話するとなりますので、マーカーが出ている方に向かって進んでいきます。川の右側をしばらく進んでいくとマーカーが見えてきますので、こちらに向かって進んでいきます。マーカーのところに立っているジュリアンに話しかけ、その会話が終わると1日目の任務が完了となります。次は実際のリアルの日付で午前5時を過ぎるまで待ってください。次の日になると水辺のキャンプに行くと最初はなっているのですが、1日目の任務が発生したあたりに行くと自動で目的が変わります。ジュリアンを助けるとなるのですが、マーカーを出していなかったので少し離れたところから目標を追跡して向かっていきます。1日目で霊光を誘導して廃山椒を消したところを通り抜けると、先ほど目的が変わったところに到着します。イルチャールがいますので倒したところまでカットします。全て倒すとジュリアンと会話するとなるので、マーカーのところにいるジュリアンに話しかけます。ジュリアンとの会話が終わると、次は道に沿って失われたスケッチを探すと変わります。廃山椒を消したところを通って洞窟の中に戻っていきます。洞窟の中には光っているところがいくつかあるのですが、ほとんどが外れとなっています。光っている場所が目印のようにもなっていますので、調べながら進んでいってもいいとは思います。次はアシパトラバナイティハーサの時に霊神で廃山椒を消したところを通っていきます。そうするとヒルチャールたちが光っているところを見つめており、それっぽいのですが、これも外れとなっています。ヒルチャールたちの左側に犬がいますので近づいていきます。ムービーが終わるとマーカーが奥に出ますので、ここに進んで光っているところを調べます。そうすると目的がキャンプに行きジュリアンと会話すると変わります。マーカーは1日目の任務が終わったところに出ており、来た道を引き返すだけですので、マーカーの近くまでカットします。クローバーマークを使いながらマーカーの近くまで戻っていき、ジュリアンと会話をしていきます。ジュリアンとの会話が終わると2日目の任務は完了となります。次は実際の日付でリアルに次の日の朝5時まで待ちます。
任務は自動で発生しますので、目標を追跡してマーカーを出していきます。マーカーは2日目の任務が終わった場所に出ています。マーカーのところにいるジュリアに話しかけ、その会が終わると目的が甘露花会に行くとなりますので、マップを開いてマーカー近くの甘露花会の視線人像にワープをしていきます。視線人像に到着したら右を向いて南東方向に飛んでいきます。光っているところがあり、そこに近づくとムービーが始まり、それが終わると時間制限挑戦がスタートします。目的は見晴らしのより良い高所に行くとなっています。ここの時間制限挑戦は5分以内にゴールまで行くタイプのものとなっています。クローバーマークがたくさん出ますので、それを使いながら移動していく形になります。光っているところに到着するとマーカーは別の場所に移動し、クローバーマークも出ますので、それを使って移動していきます。次の光っている場所に到着するとマーカーはまた別の場所に移動していきますので、クローバーマークを使いながらそちらに向かって進んでいきます。ここでマーカーは出ますが、クローバーマークは出ませんので、木の上を歩いて進んでいきます。マーカーに到着するとまた別の場所に移動しますが、今度はクローバーマークが出ますので、それを使って移動していきます。制限時間にはかなり余裕がありますので、のんびり進んでもらえればなと思います。ゴールに到着するとムービーが入り、それが終わると次は目的が高所を離れ引き続き進むと変わります。マーカーは北西方向の下の方に出ていますので、そちらに向かって進んでいきます。しばらく進んでいき、マーカーのところに到着するとジュリアに特別な景色を見せると変わります。花が何本か出てきている状態で、何をしたらわからないのかなっていう風になることも多いかと思います。ソルシュに切り替えた後、つぼみの状態の花に近づくと花が咲き、時間制限挑戦がスタートします。ここの時間制限挑戦は5分以内に全てのシューニャター花を浄化するといったものとなっています。ソルシュになってつぼみ状態の花に近づくと花が開くのですが、今出ている全ての花を開花させると別の場所につぼみ状態の花が続きますので、それも開花させていくということになります。花をどんどん開花させていくと、今度は花の上にオレンジ色に光るものが出てきますので、それを取っていくことになります。花はたくさんありますが、制限時間にはかなり余裕がありますので、のんびりやってもらえればなと思います。制限時間以内に全ての花を開花させ、オレンジ色のものを取るとムービーが始まり、それが終わると任務が完了となり、アチーメントを達成します。世界任務はこれで終わりなのですが、隠し要素がまだありますので、実際の日付で翌日の5時以降まで待ちます。次の日になった後、任務で何回か来た海辺のキャンプのところに来ています。任務は発生せず、ノーヒントの状態となっています。キャンプに近づいて調べると、会話が少し入って、それが終わると調度品の未熟な絵を入手することができます。バッグを見ても調度品は見つけられなかったのですが、人活簿の建物の中で確認できたので紹介しておきます。小型調度品の中に今回の未熟な絵の調度品がありますので、置くことができます。以上となります。この動画が良かったら、チャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、Twitch、Twitter、ブログ、コヨラボも見ていただけると嬉しいです。では。